アイラブ一宮。さて、今週も始まりました。一宮市広報アイラブ一宮。じゃーん、どうですかこのイルミネーション。いや本当にイルミネーションが綺麗な季節になりましたよね。今日は一宮駅の東側に来ているんですが、先日138タワーパークのイルミネーションを紹介したばかりですが、こちら一宮駅周辺も本当に綺麗なんですよ。今回はこちらをご紹介します。一宮駅とその周辺を会場に毎年開催されているイルミネーションイベント、冬の七夕カーニバル一宮イルミネーション。今年は年明けの1月13日までおよそ15万球のイルミが街を行き交う人たちを癒します。この駅周辺のイルミネーション毎年本当に綺麗なんですが、今年は青とピンクが印象的ですね。ちょっと一つ気になるのが笹があるんですよね。いや、何なんだろうな。こんばんは。いかがですかこちらのイルミネーションは。こんばんは。なんか待ち構えた感じで出てらっしゃいましたが、はい、どちら様でしょうか。はい、私一宮商工会議所の秋田と申します。はい、商工会議所の秋田さん、はい、段取りバレバレ。せっかくなんで、はい、あのイルミネーションについて教えてください。ありがとうございます。こちらですね、駅の東側ですね、アルタイルゾーンとベガゾーンになっております。アルタイルとベガ。はい、アルタイルがですね、はい、彦星。彦星、はい、ということは、ベガが織姫。そうです。あ、それで青とピンク。はい、青とピンクの、はい、素敵なイルミネーションになっております。なるほど。私笹がすごい気になってたんですけど、ということは今年のコンセプトは。はい、お気づきでしょうが、はい、こちらですね、コンセプトが七夕になっております。七夕なんですね。こちら見慣れないスポットが、はい、竹やぶ笹ですね。やっぱりこれ、はい、あのちょっとちっちゃい短冊みたいなのついてますけど、はい、七夕になっております。なるほど。この笹にイルミネーションっていうのも珍しいですけど、綺麗ですね。はい、こうしてみると、はい、こちらですね、フォトスポットになっております。はい、ですよね。ちょっとそうじゃないかなと思ったんですよ。あ、じゃあ写真撮りましょうか。あ、ぜひぜひ。綺麗。はい、いい。なんかあの笹の笹と光のトンネルみたいな感じでいいですね。はい、綺麗綺麗綺麗。せーの。あ、いい感じです。これを写真撮ってインスタに、はい、SNS にアップするんです。はい、じゃあちょっと、あ、これ1枚でいいかな。1枚にして、はい、OK、シェア。あ、めちゃくちゃ映えてます。ました。はい、もうこれはイルミネーションが主役ですね。主役です。どうですか。いい感じですよ。はい、はい、続いて駅から歩いて銀座ロータリーにやってきましたが、後ろに何やらゴージャスな輝きが、はい、すごいですね。こちらは、ね、はい、鏡面パイプジュエルツリーと言います。鏡面パイプジュエルツリーとは何でしょうか。はい、こちらですね、宝石のようにこちらですね、輝く日本初の規模の鏡面パイプジュエルツリーとなっております。日本初。こちらのロータリーを宇宙空間に演出しております。宇宙空間。あ、七夕ではなくて突き抜けて、突き抜けて大気圏を越えて宇宙空間。はあ、確かになんかコスモを感じますね。コスモ、ね、ありがとうございます。感じてください。なるほど。じゃあここが、入り口になって、はい、銀河から突入して駅に向かっていくと。そうです。で、駅に向かう道もあれちょっと左右で色が違いますが、お気づきになられましたか。もしやピンクの方が織姫、はい、水色の方が彦星。やっぱり、はい、通りは天の川ですよね。正解です。いや、もう想像した通りですね。なるほど。ここから、駅の方に続いていくんですね。はい、そうです。
秋田さん、このイルミネーションはいつから行われているんですか？はい、12月1日から行われております。12月の1日に点灯式が行われたんですか？はい、はい、ございました、はい、主催者、市長、児童、今年度はミス七夕がですね、点灯スイッチを押してくださいました。お、七夕にちなんで、はい、なるほど。そしてこの駅周りが明るく照らされたんですね。はい、うん、来場した子どもたちも光るグッズでですね、うん、こう盛り上げてくださいました。いいですね。はい、あとですね、大森ウィンドアンサンブルの演奏でですね、クリスマスムードが高まりまして、あとインスタ投稿イベントも開催させていただきました、うん、たくさんの人がですね、インスタにこう写真を撮ってアップしてくださいました。確かに映えるスポットたくさんですしね、はい、SNS で見た気がしますね。 ありがとうございます、うん、それさんもぜひアップしてください。アップしますよ。そして今度は駅の西側にやってまいりまして、こちらはなんか可愛らしい絵のようなイルミネーションが並んでいますが、はい、こちらはですね、はい、一宮の学生さん、児童、企業などですねが作ったイルミが並んでいます、はい、お、一般の方が、はい、作ってくださいました。イルフェスといって今年で3回目の取り組みになります、はい、イルフェス、はい、18作品が寄せられました。お、18作品もあるんですね、はい、どんな作品があるか、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、秋田さん、はい、こちらは、こちらは未来への翼という作品になります。ね、翼ですよね、これ、はい、これってもしかしてここに立ったら羽生えてるみたいになるんじゃないですか？あ、すごくいいと思います。ちょっと、どうぞ。あ、どうぞ。いや、私、アイトさん、ぜひ、お願い。どうぞ、どうぞ。どうですか？あ、すごい。お似合い、今にも飛んでいきそうな。あ、本当ですか？秋田さんもどうぞ、どうぞ。あ、いいですか？あ、すごい神々しい。なんかいいですね、こう。お菓子工業さんの翼キャンプ、あ、だから翼なんですね。もういいです。自分自身が未来へ進んでいく過程を思い描いて作りました。すごい、めちゃくちゃ夢がこもってますね、はい、じゃあ私も、はい、未来に羽ばたいていけるように。どうですか？いいと思います。おや、こんなところに星が落ちてますよ。いやいや、斉藤さん、違いますよ。いや、これ流れ星でしょ、流れ星。と思いたいところなんですが、こちらはですね、はい、フォトスポットになっております。そうですよね、はい、いや、なんか星、分かってましたよ、私だって。流れ星が落ちてきたのかなと思ってませんよ。思ってませんか？大丈夫ですか？はい、フォトスポットですよ。フォトスポットですよね。写真撮りたいです、私。はい、ここなんと座れます、はい、座れます。分かってますよ。見れば大体分かります。はい、え、写真撮りましょうよ、じゃあ、はい、じゃあぜひこちらの方に、いいですか？はい、かけていただいて。はい、撮ります。あ、ありがとうございます。はい、あ、撮れてますよ。おー、撮れてます。いい、いい、めっちゃいいですね、はい、とても綺麗に撮れてます。すごい仲良しみたいな。私たち仲良しですよ。仲良しですよね。え、ここなんか友達同士とか恋人同士で写真撮ったらかなりいい感じの、いい感じの映えスポットですよね。映えスポットです。ちょっとこれ待ち受けしますね。あ、照れますね。綺麗ですね。もう本当楽しみです。よく見にいらっしゃる。もう見るの大好きです。はい。もうクリスマスとか、あの新年迎えるなんかそういうのを感じてすごく嬉しいです。綺麗になって。ということでイルミネーション見てきましたが、やっぱりイルミネーションってワクワクしますよね。はい、ワクワクします、うん、一宮らしいいいイルミネーションでしたね、はい、夏だけじゃなくて冬も七夕楽しんでいただけますので、そうですね。じゃあこのイルミネーションについて改めておさらいしましょうか。はい、はい、冬の七夕カーニバル、うん、一宮イルミネーションで、はい、場所は一宮駅とその周辺、東側西側どちらも行っております、はい、駅周辺全部全部です、はい、いつまでやっていますか？はい、期間は来年の1月13日まで。お、年明けも楽しめる。はい、毎日点灯しております。毎日何時でも見られるんですか？はい、時間がですね、夕方の5時からですね、午前0時まで行っております。なるほど、はい、通勤通学など、うん、駅を利用する際にはぜひ楽しんでいただきたいですし、はい、他の地域の方々もぜひ見に来てください。あ、ということでこの一宮ならではのイルミネーション皆さんに見てほしいですね。はい、ぜひこちらですね、一宮駅周辺で見に来てください。はい、ということで秋田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
一宮市広報アイラブ一宮、今回はここまで。次回もせーのお楽しみに。